佐藤正都9月18日から1962年5月3日は日本の官僚、香川県知事、三重県知事、名古屋市長を歴任した。福島県市族、佐藤角野市の長男、現在の藍津若松市にあたる地域の出身で藍津会会員である、4校を経て東京帝国大学を卒業、文官高等試験に合格し、内務省に入省した。 合格者136名には、石渡総太郎や川上上太郎などがおり、佐藤の席次は29番である。佐藤の官歴は埼玉県属に始まる。福井県の郡庁、山梨県理事官、台湾総督府事務官、関東大震災後に設けられた、復興局の事務官、兵庫県学部課長、同県書記官、私学官、長崎県書記官、学務部長を経て、 秋田県警察部、長野県警察部、福岡県警察部、神奈川県警察部で県警察部長を歴任。山梨県書記官、内務部長を最後に退官し、満州国に招聘され、春ン特別指向所総務所長を務める。1936年6月、幹線の香川県知事に任命され、翌年30県知事に転じ、1939年3月まで、 在任。太平洋戦争最中の1942年に名古屋市長に就任。戦前最後の市長となった。1946年11月に退任し、公職追放となる。追放解除後の1951年に設立された愛知商工信用組合の初代理事長に就任し、1956年まで在任した。1962年5月3日。 名古屋市水北の自宅にて、農難火傷により死去。佐藤は第一次、この江内閣の下で知事に起用された。香川県知事時代に露光橋事件が勃発し、全通寺所在の第十一師団が出生したためその対応にあたり、三重県知事としては、県立結核療養所建設、交渉廃止などを行った。戦中に名古屋市長に就任したが、市は、 名古屋大空襲で大きな被害を受け、終戦とともに復興を目指す。佐藤は田淵敏夫を招き、議官職を設け復興計画責任者に就任させた。佐藤、田淵は1945年12月に、王中共再建の構想をまとめるが、この構想は、将来の200万人都市への発展に備え、道路幅8メートル以上、市内墓地の平和公園への移転。 住宅地確保、100メートル道路の建設などを目指し、繊細にあっていない地域も含めた大掛かりなものであった。佐藤は翌年退任するが、田淵は助役として引き続き復興を指導し、田淵は近代都市名古屋の生みの親とされる。祖父の佐藤定蔵は、母親戦争で打ち死にした合津藩藩士。格野心は、警察官となり北方署に勤務中。 栃木県から逃亡してきた殺人犯を捕獲したが、その際の負傷で、体の一部が不自由となった、木、佐藤角野信寺。長井聖吉著、産経新聞編、長野県警100年の歴史産経新聞、1976年、199ページ。ABC、朝日新聞1962年5月4日、長官11面の不法より、合図会会員名簿。 ハット AB、戦前日本官僚制の制度、組織、人事四百八十七ページ、官報第三千九百二十五号、大正十四年九月二十二日、公職追放の該当事項は、翌3名古屋市、愛知信用金庫遠隔、二千十二年九月二十三日閲覧、日本知事人名事典百二十ページ、九百三ページ、CE、建設業界、 社団法人日本土木工業協会2006年3月号。2012年9月23日閲覧。名古屋都市センターまちづくりライブラリ第45号。2012年9月23日閲覧。ありがとうございます。